超変換大戦文字化ける G2、今回はですね、頬化けるの、やつを買ってきてみました。今回はね、こちらの、キャラクターの中のどれかが出るということなんですけどね、ではねちょっと開けてみたいと思います。金髪出るかな、ステッカーだと金髪のやつでした。こんな感じでね、中身入っております。ではね、作ってみたいと思います。はい、ステッカーの方のね貼り付け終わりました。今回ね入っていたのは、金パーツ付きのねスロースライフっていう、キャラクターのやつでした。結構ね、ちゃんと考えられてねパーツ作ってあるもんですね。感じの方、ちゃんとなってますね。ではね、変換、していきたいと思います。ではね、変換していきます。大きく分けてパーツがですね、さあ、5つですね、5つのパーツに分かれます。では組み立てていきます。まずねこちらの方が、胴体、よしと、胴体になります。次は、足の部分ですね。足の部分を作っていきます。このキャラクターは竜というかドラゴンというかそんな感じのやつなのかな。よし、なんかね、金パーツ、自体でもね、なんかまたいろいろなね、種類を集めていくと、一つのね、なんかキャラクターに変身、できるみたいですね。よし、じゃあ足の方できました。体の方とね合体させます。接続部分はねここなんですけどね、はい、金パーツのね付きのキャラクターだったんで、金パーツも付けたいと思います。はい、なかなかねポージングのバランスを取るとかね結構難しいですね。これよいしょと、こんな感じかな。はいはい、出来上がりました。こんな感じでね、
画面で伝わるかちょっと分かんないですけども、スロースライフですねが、出来上がりました。以上になります。